こんにちは、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ウルトラ怪獣500、古代怪獣ゴモラです。このシリーズは先に紹介したウルトラヒーロー500の怪獣バージョンのウルトラ怪獣500です。これも今回モデルが新しくなったソフビシリーズです。これこんなによくできてるのに、これも300円台から400円台で買えるんですよね。で、今回は僕はもともと持ってた前のシリーズのソフビのゴモラとウルトラエッグのゴモラ、この3種類を使って比較してみたいと思います。はい、まずは同じソフビシリーズの一つ前のモデルのゴモラです。こう見ると大きいですよね。このシリーズもだいたい全長が17、8センチぐらいだったので、ウルトラ怪獣500のソフビはちょっと今までに比べるとさっぱりしてますかね。顔はこんな感じです。まあほとんど造形は一緒なんですよね。角のグラデーションの部分とかは省略されてます。カラーリングはまあこんなもんですよね。後ろはやっぱこっちの方がお金かかってますね。尻尾とかの可動はちゃんとします。なんか今までこれに見慣れてましたけど、新しいやつ見た後だと大きいですね。ちなみに前のシリーズの怪獣とウルトラヒーローを並べるとこんな感じです。これくらいサイズ感が違います。そしてウルトラエッグと並べるとこんな感じです。こう見るとウルトラエッグのゴモラものすごくファンシーですね。このヒーロー系はエッグ買ってもソフビ買ってもサイズは一緒なんですけど、怪獣系は全然違いますね。後ろとかこれないですからね。腕とかもこっちちゃんと爪ありますけど、エッグの方はもう可愛い点になってますから。見比べるとやっぱいいですね、新しいソフビ。はい、というわけでサイズ感の確認のためにいろいろなゴモラと比較しましたけれども、値段が500円以下で買えてこれだけのクオリティだったら他の怪獣も買おうかなって気になりますね。以上、ウルトラ怪獣500、古代怪獣ゴモラの紹介でした。